ノックダウン方式で行われております2010年シーズンのスーパー GT 開幕戦鈴鹿、いよいよセッションは各々のクラス残り10分のセッションをで順位を確定します。 GT300 クラスのセッション3、そして続いて GT500 クラスのセッション3をご覧いただきます。 GT300 は10台がこのセッション3に進出しました。従いって5列目までの正式なグリッドがこのセッションをもって確定します。ちなみに午前中のセッションの話をしますと、トップタイムがマッハ号の2分5秒5でした。今モーラが行ってこれで多分全部出たんじゃないでしょうか。で予選のノックダウンの前に行ったその基準タイムをクリアするための Q1 ですけれども、これは2分6秒5という試練の加藤が出したタイムがトップタイムになっています。由良さんに率直にお聞きしますけども、300のポール争いのタイムはどの辺と見ますか？まあ、4秒のどのくらいまでいくかなというところじゃないでしょうかね。4秒には入る。そうですね。福山さんいかがでしょうか？そうですね、はい、僕もそう思います。それとあと決勝日が、決勝のコンディションがね、どれぐらいの路面温度になるかによって今使うタイヤを決めてると思いますので、はい、まあ爆打ったとこはもうちょっといくかもしれませんが、まあでも4秒台ってとこでしょうね。で決勝の天気予報を、まあ、現段階でなんとなく掴んでる話をお伝えしますと、風が強いというのがまず一つ、午前中は雨だろうと、ただ午後は上がるだろうというふうに今の段階では言われています。でもせっかくの、ね、はい、路面コンディションが今のラバーの乗ったところがですね、はい、風が強くて今非常に黄砂とか多い、ね、このダスティーなシーズンですね、はいはい、風と雨でですねコースめちゃくちゃになっちゃうかなと。明日のレース前はちょっと路面ができてない間ちょっと大変でしょうね。そうですね、今夜もこの後雨が降るとするとやはり路面はまたダスティーになりますからね。厳しい表情でモニターを見ているのは11号車の田中哲也です。パートナーは平中で、平中が今シーズン久しぶりにフォーミュラー日本のシートを獲得しました。まあ、ちょっと話それますけれども、フォーミュラー日本も1台参加台数増えましたし、まあ、これはでも不況の折りいいことですね。そうですね、みんなでなんとか盛り立てようと、やらないわけにはいかないでしょうという感じですよね。なんかどんどんこうしぼんでいくんではなくて、まあ、無理してでもちょっとずつ盛り上げていこうっていう、みんな頑張ってるんですよね。かつてはトヨタの育成ドライバーとしてフォーミュラー日本でデビューをした平中、デビューイヤーのあの鮮烈さは私どうしても印象に残ってますけれども、その平中が今シーズンは GT とそれからフォーミュラーと各々のカテゴリーで活躍をするということになります。あ、それから若いといえばこのコンビで2シーズン目になります。井口もフォーミュラー日本のシートを獲得しました。パートナーは今シーズンヨーロッパスペインで戦う栗本の弟ですね、栗本裕二ですね、栗本圭介というお兄さんが今シーズンスペインで戦うことになってますけれども、弟これが栗本裕二です。まあ、兄弟揃って由良さん早いですね。そうですね、さあそしてガライアはこのセッション3は新田森雄に、ポールを託すということになります。 ARTA の旗が振られるスタンド、ホームストレートを今帰ってきました。ガライアの現在のタイムが2分6秒498で、福山さんこの先ですね、バックに入ってくるのはね、はい、そうですね、今ちょっと試験員からの出を見るとちょっとアタックいってるのかなっていう感じもしましたが、ガライアですね、はい、この先ちょっと込まなければいいんですがね、トラフィックにかからなければいいんですが、タイムのをアタックをして、いいタイムを出して上位のグリッドを獲得しつつ、決勝も見据えた走りをしなくてはいけないこのセッション3です。今履いているタイヤを明日の決勝の最初のスティントで、履かなくてはいけないというレギュレーションになっています。このレギュレーションもですからレースの駆け引きを面白くしますよね。そうですね、予選スペシャルをなくすためにもいいですし、はい、まあ、そういった意味でガライアもこのラップが最後でしょうね。3回も4回もアタックするとやっぱタイヤ傷んじゃいますから、はい、そう、みんな今ベストタイムでどんどん来てますから、はいはいはい、この週この今度のチェッカーっていう、チェッカーでメインスタンド前でベストの予選タイムが出るでしょうね。
まあ、なんとか我々コメンタリーから赤という話が出るのは、これあのベストタイムを更新すると我々のタイミングモニターのところでセクターのタイムが赤表示をされます。そうですね、思わず赤って叫んじゃいます。いや、全然問題ないんですけど、赤表示で続いているアタックマシンが今コース上たくさんいます。今映ったカローラアクシオもそうです。それからこの11号車もいわゆる赤で来ています。ほら赤で来たからタイム更新、2分5秒599、続いて2分6秒294というタイムです。フェラーリトップ、カローラアクシオ2番手、そしてディフェンディングチャンピオンのウェッズスポーツが現在3番手です。まだセッションは3分残ってます。やはり4秒台後半の争いですかね。今トップが5秒599、4秒台後半までは行くだろうという福山さんの読み、由良さんもその読みは変わらないですか。そうですね。で今ガライアが行って2分5秒975です。意外に伸びなかったですね、ちょっとこれは。さあそして7号車今来ました、谷口。さあ谷口が今帰ってきて一番後ろのトップに立った、一気にごぼう抜き、2分5秒391。さあ RX7 がトップに立ちました。去年も3レース連続表彰台でしたっけ。ありましたね、はい、RX7 はやっぱり、ね、前半特に強いですね。イタリア深紅の花馬フェラーリを抑えて日本マツダ RX7、トップに立ちました。さあそしてこちらはアップスタートモーラ Z です。フェアレディ Z が今 130R を通過します。これも勝手に僕は3号車との争いをねちょっと想像してるんですが、どちらも負けられないと思いますよね。同じ Z ですね、はい、同じ Z で46号車と3号車がね、これあのどちらもガチンコだと思いますね。その46号車は現在コース上にいる車の中で最も遅い2分12秒646が持ちタイム。さあ阿部翼のタイムアタックです。横溝を投入してセッション2をクリアしたこのモーラ Z、 さあ今刑事ラインを通過しました。おお、3番手に来ました、阿部が健闘、3番手に上がってきました。横溝が思わず右手サムアップ、よく走りました阿部翼。セッションは残り1分を間もなく切ります。さあそしてこれで星野和樹が前車の最下位に落ちました。ただまあこれ2分10秒ですので、まだ明確なアタックはしてない状況です。おそらく5秒前半は間違いなく出してきますよね、はい、5秒391、トップは RX7、 7号車です、アメミヤレーシング。そのタイムをクリアするためのアタックになります、星野和樹。でもやっぱ4秒台いかないですね、みんなラスタ使うタイヤなんで、そう何度も何度もアタックはできないですから。そうですね、やっぱりこれで5秒台、5秒3からトップですか、はい、RX7 がポールの可能性十分出てきましたね。さあその2分5秒391に対してまだ2分10秒台しか出してませんので、まあ、この星野がポーンといった後のタイムに注目。残り15秒を切りましたので、このタイムアタックで終わりですね、これね。そうですね。さあ自己ベストは更新してきてますけれども、はい、総ベストタイムが出てないんで、ええ、ちょっとトップはいかないですよね。そのZ 星野和樹が抜けた後ろから、あーっと回ってしまった阿部翼。このタイヤは明日使うのか。うわー、ちょっと攻めすぎたか。3番手につけてたんですが、阿部がこれセクター1で全車ベストを更新して、はい、もう一発アタックに行ってましたが、裏目プッシュはしてましたね。3番グリッドからスタートですが、アップスタート Z はなんとタイヤがちょっと心配です。さあそして同じ Z の星野和樹、まあ、前者ベストを更新してきてない中でどんなタイムを出すのか。決勝も見据えた走りで7番手につけてきました。あ、このもうちょっと伸びたかなって感じでしょうか。そうですね、まあ、決勝を見据えたタイヤっていうのがありますんでね、あんまり一概に言えないですけれども、はい。さあそしてセクター1、2で自己ベストを更新してきた佐賀工機、松浦がたすきをつないで、佐賀がこのセッション3、今ホームストレートに間もなく帰ってきました。2分7秒276。これで87号車の JLOC ガヤルド交代。さあもう残り時間はゼロになっています。今コース上に
イルマシンが今の、31号車で全車フィニッシュライン通過ということになりそうです。アップスタート Z は1回スピンオフしていますので、まあこれはノーチャンス。RX7 はこれ従って、折り目、そして、今谷口を待ってます。RX7 がやりました。谷口が見事な2分5秒391ポールを獲得しました。2010年開幕戦強いですね、このマシンは。 2番手に F430 のフェラーリ、そして副兵阿部翼3番グリッドを獲得しました。ガライアが4番手、そしてカローラ・アクシオ5番手、74号車。ディフェンディングチャンピオンのウェッツスポーツは結局6番グリッドから決勝レーススタートです。